や僕最近ですね、あのリスナーさんからこういった言葉をいただきました。ピオキングさんって話してる最中によく会話途切れますよねっていう言葉をねいただいたんですよ。まあそれはどんなことかっていうと、最近何々してたんですけど、いやちょっと待って、いやこのコースやばくねみたいなそういった途切れ方がねよく多いんですよ。それはねゲームをしてる上でよくある話なんですけど、僕の実況はねそういった実況が多いです。まあちゃんとね帰ってきます。話の内容はねもうこうやってちゃんと帰っていきますから、皆さん安心して見ててくださいって。あーこれはもうゴールだね、あゴールと思ったら違った中間か。いやそれ今ゴールと思わなかった、今絶対なんかゴール感出してたよ ね。いや僕これ当たってもいいんでどんどん先に行きます。いやこれワンチャンあるよ、えこれワンチャンやった。いやマジでね、あの話が途切れるっていうのはね他の実況者さんはどうか知んないんですけど、僕の場合はめちゃくちゃあるんですよ。そこはちょっと勘弁して。トゲゾウがいっぱいいるのかなこのコース。さてどんな感じだろう。まあトゲトゲって言ったらトゲゾウ以外にもあのプクプクなんかフグみたいなね、金魚じゃねえまあそのままフグでいいかもしんないんですよ。フグもいますよね。まあここはそのコース名にのっとって僕はね上からじゃないや、アイテムを取っていきたいと思います。これアイテムを取ることによってなんトゲトゲがねいっぱいあっても大丈夫なんですよ。まあおそらくガボンとかもあり得る話なんですよ。ガボンが鉄球投げるみたいな、そういったこともですね想定しておいてですね、ここはアイテム取っていった方がいいと思うんですけど、めっちゃ遅いなさっきからめっちゃ遅いけど、このカメの甲羅を持っていきます。このカメの甲羅を持ってることによってめっちゃね水中が早く行けるんですよ。まあカメ中身が出てましたからね、中身って言い方めっちゃ悪いんですけどね、中身が出てましたからこれで早く行けると思いますね。ほらほらほらね、もうみんな亀取ってってないからね、早っ、あめっちゃ早いね。これ亀正解じゃない、これ亀正解パターンだと思うんですよ。ただマリオがめっちゃ早い、マリオめっちゃ早いんですけど、これはいやちょっと待って、ええー、亀逃したくなかったからね当たってしまったけど、どっちにしろね亀逃してしまったか。ここは走ってて3連勝を目指したいね、めっちゃ3連勝。おっと頭、いやまだ早くないね、まだ早いよね、ギブアップするの。まだ勝てるかもしんないんですよ。ギブアップしたらねもう負けるのって確定じゃん。だからね僕はギブアップはしないんですよ。もしかしたらねゴールできる可能性もあるからね、まあゴール待ちしてくれてるっていう可能性も含めてですね、なかなか、うわ危ない、今めっちゃビビったここでアイテム取っていきます。僕アイテム出て、アイテムじゃねえのか、さっきのクリボここら辺だったよね、これ頭に気をつけていこう危ない危ない、いやちょっと待って待っててよ、ごめんなさい、うん許す。あのねさっきさリスナーさんからこんな言葉いただきましたって言って、なんかピオキングさんの喋りっていうか言葉っていうかね喋りでいいんですけどね、まあそれは途中でね途切れることがよくあるっていうことはね僕も重々承知してます。でね別の方でですねまた内容は変わるんですけど、こういった言葉もいただきました。まあどんな内容かって言ったら、ピオキングさんの動画、私はマリメしないからあんまりねマリオのことはわからないんですけど、ただピオキングさんの動画をですね画面を見らずに聞いていますと画面を見らずに声だけ聞いていますっていうねメッセージっていうか、まあ言葉をいただいたんですよ。それは僕として、まあ、配信者としてねめっちゃ噛みましたけど、また噛んだけどね、まあ、非常に嬉しいことなんですよ。まあ画面を見なくてもですね面白いって思ってくれてるわけなんですよね、その視聴者の方は。そーっとじゃあやられたねやられたっていうか落ちたね。まあさっきの話の続きです。おさっきメッセージをいただいた言葉の方の通りですね、僕もですね画面を見らずにゲーム実況を見るっていうことは、まあ、多々ありました。いやめちゃくちゃありますね。とりあえずストーリーものとかとりあえず流しておくみたいなね、流しておいてさなんか気になるところだけなんかね見るみたいな、まあ、結構多くない、そういうことって。なんかみんなもね多分そういうこと結構あると思うんですよ。ゲーム実況ってさ全部画面を見るっていうよりもなんていうのかな、なんか気になるところだけ見るっていうの多いよね。まあ数ある、まあいろんなゲーム実況者さんも僕も見てるんでですね、まあその中で全部を見るっていうのは全部のシーンを見るっていうのはあんまりしないんですよね。いやそしてこの頃かな、最近いたこととちょっと被るんですけどね、ライブをした後 DM とかね意外と皆さん送ってきてくれるんですよ。でその DM の内容はねこんな感じがきます。すごく長くね丁寧にいただいたんで、まあここでは読まないんですけれども、画像だけ貼っておきますね。大変恐縮ですね。そしてですね前回のライブでさ、あれ初めて知ったんですよ。あれお子さんがですね9時にもうオンラインができなくなるみたいな、それ初めて知ったんですよね。てか僕誰、僕ルイージ、僕ルイージでいい、
ルイージでいい？あ、ルイージだね。まあ全然誰か分かんなかった。いやこれいいよ、ワンチャンあるよ。このまま右に行きます。オッケーオッケーオッケー。で右で左でしょ。いやこれ今1位でしょ。今誰か分かんなかったんだけど、よし。で書き取って上に行きます。次は、えわー、ミキか。わー、分からなかったって。これもうこれはずるいって。で一番右で、次一番左行こうか。で次また一番右、これ多分こうやって行った方がね早いと思う。よしオッケーオッケー。いやマリオうまいね。今みたいな僕の生き方の方がね結構安定していけると思うんだけど。いやこれは横に行く感じか得意ですよ。はい、レベル1。いやさっきのコースでね、あの最後にしようと思ったんですよ。でもね、あんな終わり方じゃね僕は満足できません。ここで勝って終わりたいと思います。まあ1の1って書いてましたね。ナイス。いや待って、いや待って、これゴールしよう。終わりだよ。パンツ隠すな。負けてやめるのもいいんですけどね、負けてやめる取れ高もねあったら全然やめるんですよ。でもさね、もうなんかじゃんね、なんかわか、もうわかってみな。いやこれ回転ジャンプでいきます。これはどうしようか。このまんまマリオがいるんですけど、これ回転ジャンプしていきます僕。よし来た、今絶対、いやーやられたね一緒にね。待って、やめて。いやそっち右じゃないでよかったね。このまま下渡っていきます。はい、いやうまい。今の見た全然うまくないけどね。待って、キノピオ邪魔、マジで邪魔、マジで邪魔キノピオ。いやこれマジぶつけるよ僕。ほら、よしじゃあ僕右に行きます。このまんまで、キノピオが出したアイテムを取りに行くと思ったけどダメだったな。待って、キノピオなんだお前は。いやまあ面白いからいいやね、一緒に楽しみましょうキノピオ。このまんまスターがあるね。スターがあって、ここはバカめ、キノピオでかいことによって失敗したな。じゃあこのままうらららら。よし来た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 、なんか気持ちいいねこれ、めっちゃ気持ちいい。マリオは、マリオ先に行ったんじゃないの。マリオ先行ったっぽくない。なんかこうやって行ったらもうできないよね基本的に。さて今度はこのボム兵で爆発させていくと。待って、来た来た来た、なんか来た。いやなんか来たよ。もし OKOK、キノピオが来ていらっしゃいます。あのキノピオだけはねマジで避けたいところです。多分これでゴールがあると思うんですけど、上にブンブンが待ち構えてるっぽいんですね。いやクッパか。これでは、これはこれ何これ、ね、これ気にならないね。これめっちゃ気になるよね。これめっちゃ気になるよねキノピコ。あら、タイムアップじゃん。いやこれで終わるわ、これで勝って終わりますわ。私ピオキングユータ、ちょっと待って、最後これ最後これですか。いやここでも勝って終わろうね。いやこの動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。